キャンディス・バーゲン、1946年5月9日帯はアメリカ合衆国の女優、写真家。カリフォルニア州ロサンゼルスビバリーヒルズ出身、スウェーデン系。父は福和術師のエドガー・バーゲン。母フランシス・バーゲンも女優。芸能界一家での生活を嫌い、14歳でスイスに留学する。後、ペンシルベニア大学で。 美術史と絵画を専攻する。大学在学中にモデルをしているところ、シドニール・ルメット監督の目に留まり、1966年にグループで映画デビューした。1979年の結婚ゲームではアカデミー助演女優賞にノミネートされた。1988年から1998年までテレビシリーズ T.E.B. キャスターマーフィー・ブラウンに主演し、 エミー賞とゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞した。このドラマは全米では一大ムーブメントを巻き起こしたメガヒットシットコムで10シーズンにわたって制作された。映画女優としては低迷していたバーゲンにとって復活のチャンスとも言える番組でもあり、美人ながらどちらかというと固い印象のあった彼女のコメディエンヌとしての才能を全世界に知らしめた画期的作品でもある。 上述のスイス留学の経験により、英語圏であるハリウッドの女優の中では、数少ない外国語に堪能な一人で、第40回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされたフランス映画、パリの巡り合いやアカデミー賞受賞式などで流暢なフランス語を披露している。写真家として、ボー具、コスモポリタンなどのファッション誌やライフ誌などに発表した作品は、高い評価を得ている。 また、日本では、一眼レフカメラミノルタ XD のイメージキャラクターを務め、テレビ CM などにも出演した。私生活では1981年に、フランス人のルイマル監督と結婚したが、1995年に、死別。2000年に不動産関連の仕事をしている男性と、再婚している。2006年に、脳梗塞で倒れるが、回復した。ありがとうございます。